はい、皆さんこんにちは。榊敦史です。なんかね、くしゃみがね、いっぱい出ましてね、これね、撮り直し3回目ほんまにちょっとやそっとやったらね、こう編集でつなぐんですけどね、出すぎてね、これもう撮り直した方がええわっていう感じですね。絶対ね、誰かがね、僕のことね、噂してるんですよ、ほんまに。あの榊がとか、千原がとかって、またしょうもないこと言うとんだよみたいなまあいいんですよ、別に噂をしていただくのは。あれですね、何も話題に上らんよりもですね、悪口でも言うていただいた方がですね、まだ世間にはばかってるということでございますから私みたいなね、仕事はね、世間にはばからなかそう、なるべくはばからなかだからね、嫌われる必要があるんです。ね、皆さんがね、こう聞き耳の痛いようなことをね、いっぱい言わなあかん、うん、ある人には耳が痛いけど、ある人には心地いいみたいなねまあそういうことですよ。普通のこと喋っててもね、皆さんね、聞こうなんて思わへんでしょ、うん、なんかね、ちょっとね、こうとんがったことを喋らんとですね、あ、聞いたろかという気にならへんわけですよ。だから、ね、なるべくね、そのとんがったことっていうか、あ、まあまあ片方をね、揶揄するようなことですねを言わんとあかんわけだって。今日のお題はですね、京都人でございます。なんかね、京都話好きな人結構多いんですよ。で、京都話するとね、みんな、わあ、よかったよかったって言ってくれたりするまあコメントもそうですしね、個人的にね、知り合いがこれ見てたりするわけですね。京都おもろいっていう、またやってみたいな。もうね、もうネタないんですけどね、はっきり言って京都人したかって、ね、別にそんなね、その皆さんと変わらん日本人の一種類ですからですね、変わってると言ったところでね、そんなね、この話100回ぐらいできるほど変わってはいない。だってそうでしょ、私そんな変わってますまあ確かに変わってるかもしれませんけども、そう、なんかね、最近知り合いになったね方がね、社長さんなんですけどね、会社やってはって、でその人のね、部下と一緒にね、部下というか社員さんですね、で一緒に2時間ぐらい行動したことがあるんですよ。でそのね、社員の方がね、その社長さんにね、いやー、ものすごく面白い人ですね、あんな人どっから見つけてきたんですかって言って言うたらしいですね。でその社長さんが僕に、いや、そうやって部下が、社員がそう言ってましたって言ったら、そうですか、そんな面白いですかねって、そんな変わってますかね僕って言ったら、千原さん、十分に変わってるよとか言われて変わってるか俺とかね。まあ確かにね、そのパッと他の人と混ぜてね、その同じやったらね、こんなところでね、YouTube で喋ってもね、そんな見てくれあらへんでしょ。多少変わってるんでしょうね、まあ変わってるとは自分でも思いますよ。ある人がね、ある人、偉いというか、まあ、あれ弁護士の先生です。弁護士先生の奥さんもまた弁護士で、で、僕の YouTube 見てね、いや、榊さんの奥さんやってる人って大変だよ、大変だわ、あんな人って。難しくてしょうがないわって言われて、よくやってるわね、あの人の奥さんとか言われて。ほっとけよ、そんなもんだよ。ほっとけよ、そんなもん。やってねえからやってんやみたいな、ほんまに。あんたに奥さんやってくれって言うてへんわ。その人も、あれですよ、A 先生ですよ、綺麗な親しくさせていただいてますけどね、B 先生です。まあそれは A として、それは A として、京都話でございましてですね、京都人、京都話、まあ、枕長いね、もう4分過ぎてるやんっていう世界ね、枕長せんとね、中身がそんなにないんですよ、別にすいません。京都人、ね、京都人ってね、世界狭いですよ。京都市内がね、京都人の世界で、その京都人、京都市内というあまり五番の目の内側ですね、それ以外のところはよその人っていうのね、我々ね、よその人で、どんだけこう近いかによって、やっぱり大阪人っていうのは
まあなんて言うんでしょうね、京都人からすると、あ、大阪の人なんていう感じで、まあまあちょっと隣に住んでる野蛮人みたいな感じですね。簡単に言うとちょっとやかましい連中みたいな感じですね、京都人からすると。で、関東人、東京人も含めた関東の方っていうのは、それはもうなんか気概の人なんです。気概って言ったら、まあなんていうか、こう大きな枠の外の人っていう、ね、柵の外の人っていう感じで、関東人ですね。で、まあだからものすごく遠くに、遠くから遠くの人っていう感じ。ただ東京の、東京も含めた関東って、まあ、日本のね、一番の町というか都市中心ですからね。で、いやおうなく京都人もですね、東京の人と接せざるを得ない。例えば大阪の偉い人がですね、まあ、経済人の、まあ、すごい人がですね、東京からお客さんを迎えて、まあ、接待するとなったらですね、北の新地に連れていくっていうのは、まあまあ、日本的には東京的には銀座に連れていくっていう考えなんですけど、もっと上級なのは京都の祇園とか、まあ、祇園に限らずお茶屋に連れて行って、芸者さん、芸者って言うと怒られる、怒られる、芸妓さん呼ぶわけですよね。で、お茶屋遊びっていうのを、まあ、教えるわけですけど、まあ、そういうことをして、まあ、京都の人間もですね、関東の方と接せざるを得ない場面があるわけですね。まあ、祇園の芸妓さんなんて特別な存在ですからね。で、僕ら巷の人間はどうかというと、私が生まれ育ったのは京都大学のそばでございますから、いやおうなく京都大学の学生さん、先生、ですね、職員さん、職員はあんまり見分けませんけど、主に先生で、京都大学の先生で京都人ってのはまあ稀でございます。当たり前やけどね、あんな賢い大学のね、教員をね、京都だけで供給できない。だからよそからいっぱい来はるわけですよ。で、そういう人らはね、どう言いましょうね、何十年もかけてですね、ずっと何十年も言い張ったら、その間に京都弁っぽいことはお話になるんですけど、やっぱりちょっとちゃうから、まあ、あの人ちゃうわって。でも京都大学の先生は別格ですからね、京都ではね、あの偉い人という意味で、賢い人、偉い人と見られるんで、別にけったいな言葉を使わはっても、ああ先生、そうそうそう、その通りですねと言うてるやん、それでいいわけですよ。で、そうでない、例えば時々東京から京都大学のなんか発表かなんかで先生が来はったりするでしょ。で、明治大学の先生とかですね、じゃあ例えば完全な東京人ですよね。で、あるいはその京都に支社を持ってる会社もたまにありますから、ね、支社長とかで来る人もいますよね。あ、まあまあ支社長じゃなくても転勤でいらっしゃる方もいらっしゃる、まあ東京人ですよね、そういう人は。で、そんな方とやっぱり我々も接触があって、で、私のいた同志社大学というところはですね、一応全国区なもんですから、たまに東京の人おるんですよ。100人に3人ぐらいいるんじゃないかなという感じですけど、なんでこんなわざわざ来てんのっていう感じはするんですけど。で、まあそいつらはあれですね、標準語を喋りますね。で、一生懸命ね、京都弁喋ろうとするやつもたまにいますけどね、私ならどうでもいいわけだって。で、そういう人たちをね、普通の京都人はどういうふうに見ているかっていうと、あ、これ関東の人やというふうに見てるわけですよ。あ、関東から来はったん、東京から来はったん、まあ、埼玉の人もいる、千葉の人もいる、神奈川の人もいるわけだって。でも一括りに、まあ、大体東京の人とか関東の人とかいう見方をします、京都人は。で、どういうふうに見てるかっていうと、まあ、野蛮な人という、ね、一言で言ってしまえばそう思うわけですよ。なんと言いましょうね。振る舞いがですね、振る舞いというか物言いとか振る舞いがですね、京都のルールには沿ってないわけです。まあ、だからといってね、京都人がそれを不愉快に思ってるかっていうと、そうでもなくって、まあ、よその人やんっていう、関東の人やんっていう、大阪の人間って多少京都人の真似をするわけですけど、関東の人はそれはできないわけですから、全く東京流に振る舞われるわけですけど、まあそれをね、まあ、京都人は、ね、受け入れるんですよ。受け入れるんですけど、心の奥底のこの底の方で、あ、関東の人やしなと思ってるわけです。関東の人やしなっていうのは、あ、野蛮なとこから来はったんやと。昔、坂東なんていう言い方がありましたね、関東のことを。
要はなんていうか野獣と一緒に走り回ってる連中というイメージですけども、まあいまだに京都人の関東人に対する見方ってそういうところはございますね。物言い振る舞いが違いますから、どっかそのこう直線的な、まあ合理的なんですよね、合理的なんですけど、イエスのをはっきり言う人たちですね。で欲しくないっていうのもはっきり言う人たちで、ああそうですかって言って我々はそれを受けて、でそれ対処するんですが、この人関東の人やしなと思いながら対処するわけですけど、まあそういうね、あり手には見下してるんですよ、京都ちゃうしと思ってだからね、あれ不思議な感覚ですよね。僕東京に長い間住んでて、実は京都に住んでた時間より東京にいる時間の方が全然長いんですけども、いまだにね、ここは野蛮な土地やしなと思いながら生きてるようなところがあるんですよ。ああもうこいつら野蛮やしなと、野蛮やしっていうか、まあ京都東京やしなと思いながら生きてるところがあって、まあ、見下してるというか、まあ、なんというか、けがいの人たちっていう、柵の向こうの人たちというイメージですね。それはどうなんでしょう、染みついててね、取れませんね、ほんまに。だからそれがね、こう京都人というものが大阪人に嫌われてるというところの根底にあるんちゃうかなと、まあ、見下してるというイメージですね。まあ、東京の人はそれをほぼこう、それも、東京の人間ってそれもほぼね、感じられないほど野蛮なんですよ。野蛮というか、ガサツなんですよ。まあ、だからそんな関係なくは僕ら生きてるんですけど、大阪の人間はそれをね、やっぱり感じる、同じ関西という風土の中にあるんで、うわ、京都の奴らは、わしら馬鹿にしてるよ、お前は、みたいなところがあって、そういう風に生きてるんで、京都人と大阪人仲が悪いという人がありますね。はい、という話でございまして、京都人、心の奥底でですね、関東を馬鹿にしてます。というお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。